お疲れちゃんさらっとです。今日はですね、こちらの呪文なし迫撃やっていきたいと思います。ということでさ、こちらでね、8000いってるプレイヤーがいたので、まあさ、今日これでやっていこうと思うんですけども、まあ、呪文枯渇させるデッキですね、本当に。どこにウッドザップ、5を、やだ、目使ったらいいや、っていう話で、ぶっちゃけ迫撃以外、こう、呪文をね、使わせるカードなので、まあ、相手にね、ウッドザップ、ファイボー、ヤラメ、雪玉、トルネード、まあ、呪文が7枚ないと理論上このデッキにはね、追いつけませんよと。ということで、まあ、7枚実際持ってたらさすがに圧勝できるとは思うんですけども、まあ、そういったところでやっていきますか。で、珍しく、マザネクがね、入ってるんですよね。そう、まあ、迫撃法にマザネク自体入ることもあんまないんですけども、なんでマザネクっちゅう話なんですけども。まあ、なんでしょうね。もうゴリゴリ両サイド攻めまくって、やっぱ攻めるとね、その分カウンターが来るんですけども、そういったカウンターを豚にすることで、まあなんとか耐えれるでしょうっちゅう。まあ呪文がない分、相手のご了承を止めにくい。でも、マザネクで時間稼ぎできれば、まあなんとかなるんじゃねっちゅう話だと思います。はい。パコちゃんさんですね。スターキー使いの方ですね。なんかちょっと前に当たって負けた気がするな。エレキかな、対空が、エレキだけのスパーキーだった気がする。さあ、マザネク、マーの登場です。最近マザネク、ちらほらいるかな、どうだろう。ロイにはいるんす。ロイですね。ロイにはいるが、なんならロイにしかいない。ロイにしかいないか。他なんか使われてるかな、マザネクって。なんか基本ロイジャイ要員なイメージがある。さあ、ここ捨ててくんだな。おーい。それ嫌だよね、俺からしたら。さあ、これは、チャージ。で、スケブからのスケキンのスキルで、2回スケルトン部隊をやりたいですね。そう、オルコールっつって。おーい、トルネ。いいトルネが来ちもうたよ。いやー、でも強い。さあ、これですが、多分、相当な神相性ではないでしょうかっていう思いがあるんですけど、どうでしょう。だって相手トルネと、まあ、ザップボットか。トルネザップスパーキーか、ちょっと特殊だけど、トルネザップしかないので、まあ、エレキもあるか。範囲系が少ない気がする。うん。さあ、防波が置きたいけど。チャージ。ああ、許容されましたね、これ。めちゃくちゃいい許容。まあまあ。で、スキルは使って、逆はああ、一手許容か、マジで。トルネもザップもあるよ。やだー、やめてやめて。おお、マザネクのブーが、マザネクのブー、天才かいつ。マザネクのブーによってこれちょっとうざそうじゃない。いやー、神ザップか。ああ、普通にエレキでいかれた。これでもマジでさ、相手は鬼つらそう。あ、やべえ、鬼つらそう。俺もつらい。え、待って、ダックリ入る。そう、ルコールっつって。いや、マジスケキンが優秀。痛い。入れ。やばい、540。攻めろ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 攻めるんだ、攻めろ攻めろ攻めろ。いやーでかいぞあれ。攻めろ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 、あとは攻めて祈れ。おいあぶねー。さあすごい試合だこれいやさすがにザップ部活多すぎるから相性いいと思うんですけども、まだこれで一応8000いってるプレイヤーもいるので、さあすごいなんかもうギリギリすぎて何とも言えなかった。まあひたすらに攻めまくる方がいいかもね。さあよろしく。クーランペイヨーポンペヨクーラン。さあでもマザーネックとか来るとちょっとやだな俺からしたら。まあでも両サイ振れるからねこれ、しかもめっちゃ低コストばっかだから両サイゴリゴリ振りまくって振りまくって気づいたらどっちか折れてるみたいな理想かな。でもこれマザーネックとかいたもまあ逆サイ狙ってみたいな。おおラバホーリー、ラバホーリーな気がするなこれ。ラバホーリーですね。おっあいつらいろいろ事故ってるぞ。いやこれマサネクめっちゃ活躍するんじゃない。ソウルコールは1回お預け、橋前ラバ来て結構嫌です。来ない。マーの登場、相手鬼の許容っすね。すげえ許容すんな。なんだそれ。いやーこれでラバ2かな。さあ対空私はあーラバ掘りにミラーありっていう。やめてー。いやでも待ってブーマーにブーにすごいことになってる。いやーでもそれきついんだよな普通に。よいしょ。いやもうさすがになんかあれ全然余裕で止まってんな。しかも内側だからマジで男の許容、なんか余裕で勝てそうじゃねマジであれで墓石使ったらまあもいけるし、なんだろう何でもいけんな。オールブレイカー行ってから迫撃でもいけんな。あれサタガチで強い。ラバニだけ、ラバニは異常に強いかもしれない。さあこれスケドラさえ冴えたらスケキンスケブ最強合戦くるっすよこれ。いやこれちょっとまあ遠慮してよ。ジュジーン。いやいいラバーとかぶってこれ勝ち確っす。もう無理っしょこんなハゲ散らかしてたら無理っしょ。いやいいね。まあ相手矢の飴、矢の飴持ってるもののもうどこ言っちゃおうっちゅう。7枚いるんでね矢の飴、はい、みんな7回しなきゃいけません。いやめっちゃいい。77きた、おいしい。そういいんじゃない。あー出た。EGW はメガナイト使いですね。そう世界でも数少ないメガナイトが弱い環境でもメガナイトを使ってるメガナイトオールブレイカー使いですけど、エリージャイにもしかして浮気してんなこれ。もしかしていやフォーク、あメガナイトフォークです。しっかり使ってます。ちゃんとメガナイトでこれメガナイトか。おう違う。おーまあさすがに使うけどさこれでああ使うほうがよかった。でザップフリーズっすね。よいしょ。いらねえマザネクしたなこれ。ウォールブレイカーでよかったんじゃない。さあメガナイトオークです。ウォールブレイカーミニペカプリースが入ってるっすね。ミニペカプリースとかでザップフリーズなんで言ったらスケブとコウモリは溶けるみたいなそんな感じかな。あれこれ殴らしてやばかった。パキーンっつって怖えー。でガゴが俺からしたら一番厄介かな。まあボンちょっとやばい。まあ、範囲攻撃とか小物に強いからやっすね。まあボン一回許容のまあ、メガナイとガゴで形組まれた時に防衛できるかっていう話で、それの大事なのがまあまあですよね。もうグラノンの名前一文字で呼ぶ癖がああ、いやこういうのがめんどくさいですよね、非常に。まさにくメガナイトに対して使わないといけないな、これ。先に割いちゃうとサタは苦しいかも、そんな気がしてきた。え、メガナイト入ってる、あれ危ねえ、入ってなかったよ。あ、さすがに入ってたら訴えるしかない。いや問題は俺のダメージは入らねえ。いやーこれフリーズもザップもあるから、怖えー。いやーでもこれ攻めなきゃいけないね。で逆も攻めて、いやこれ結構いい攻めじゃない？いい攻めなのかこれは。おっ結構いる、結構いる、結構いってる、結構いってる、結構いってる。いやマーがいいはず、マジで。モスリク好きやっぱ。怖えこれ。いやフリーズきそう。これ耐えたらある、耐えるもんね俺。これだってあっちも守んなきゃいけないぞ相手。入れ、オッケー、スーパー耐えフリーズくるの待ってよかったっすねコウモリ。いや神対じゃない、やばくないこのデッキいや隠れ激強かもしんないよね。あんま使ってる人いないけど、一人しかいない。そう、一人しか使ってる人いなくて、俺の好きそうなデッキやんちゅう持ってきたらめちゃくちゃしっくりきてる。まあマザレクマジユチャあたりはちょっと大変になるかもしんないけど、言うて防衛発撃もあるし両サイ攻めすればありそう。さあこの S フィックスみたいな、なんかクロスとかの人がよく使ってるイメージあるんだこの名前。上手い人が使ってるな。俺エレジャイがクロスやないか。エリポンクロスやないか。あーエリポンやだな。痛え、やっちもうた。働かない槍だな。木の枝投げてんじゃねっちゅう。あれ違う。ミニペダル。スパキ ?You are スパキ、やべ。あーえ珍しい。ああ痛すぎこのデッキでキング起動は。これちょっと変わってるっすね。お願いクエイクじゃない、クエイクじゃないとはいえロキ。いやスケゲンおも強っエレジャーよりデブな。えエレジャーよりデブな。まあ、ゴリゴリ攻めるのがいいと思うんだけど、キング起動痛いなこれ。さあロケならまあちょっと救いか。まあスケバレオールブレイカーいいね。これ端前投げりゃいいかな俺マジで。好きなんですよねスケバレもオールブレイカー、楽だから。マザネクも、ああネード使いました。いやボンバーが嫌だよね俺。攻め迫しちゃうここで、うざくねこれちょっと。うわプロかよ、一人やな俺のしようとしてること。いやでも相手さ、ただ対空ない、対空ナッシングっていうマッチ。あーウッドがあるやん。ウッドだけはやないよ。ゴリゴリゴリラが大事。でそれをも使って溶けてもらって、うん、いやいいよ、結構頑張ってる。いやでもここ来るかな、来るよ。まあでも言うて、あーめちゃくちゃいい。マザレク残ってる、熱い。あれマザレク俺頑張ってこれみんなマザレク信者なるでしょ、こんな。いやーマザレクの豚が竹取ってるから爆破入る。えこれやばいよね、マザレクで勝ってるようなもんです。うちのいらねえ槍使えねえからな、あいつ。やばいやばい、うわやばい、それで負ける。攻めていかなきゃ、ロッキー削りされる。おいら呪文がねえ。いやつけばれの落下だね、マジででけえこれ。鬼チマチマ稼いでる。でもう攻めてスケバレ飛ばして、よしよしスケキン出してコンボに殴れ、チクッ。いやナイスチクー、ソウルコールして、よしよし。流れめっちゃいい、これ勝てるんじゃね普通に。なんかあートリって嫌だな。いやでも絶対相手の方がきつい。これしっかり守っていく。ロケくるくるでスケブとスケキンで結構解けれた。いやフィジカル壁白デブ、あ待って67勝ちました。勝ったのか、呪文ないですちなみに。いやでも相手施設入ってねえから、スケバレがアイブえマザレクめっちゃいいんだけど、エレジャーでうっせんだよおい。さあ7777ぐらいにちょうど、いやー69ね、全然だ。いや待って、4連勝ぐらいしてんな、強っ。さあ来た。いやめっちゃ勝率高い。B に来たスパーキーのヤザップ使いのイメージがありますけど、ヤザップミラー、あ全然違う復活でした。あれスパーキー使いのイメージあったんですけどね。さあ枯渇はどうするかね。まあ迫撃砲が結構活躍しそうな気がする、攻めで。えやばっ、肩振る、いつのして。いやマジめっちゃ古い肩来てる。ギャングのこつ、しかもアイスピーすげえ。さすがにこれソウルコールでアフレサーカス、いけ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 。いやプリンのエイムが、おブーが、いや強っ。いやこれなんかさ、スケルトン部隊ゴブリンバレル完封できるから、オールブレイカー一気に。よしはい言ったでしょ、完封できるっつう。いやこれ橋橋スケーキやり得じゃね、あんまやり雑いやこんぐらいでいいんじゃないの。いやマジでこれでだってソウルコールするだけやだろ、ソウルコールっつって。マジこれバカ入るから強っ。あープリンも処理できたら美味しかったね。しかもマズレ配るから、オッケーオッケーオッケー。ウッドなんていらねえっつう。やべやべやべ、なんかめちゃくちゃいい攻め来てる。なんでやばいやばいやばい、なんでなんでちょっと待って、痛すぎ。ロットサイトでかい。いやあのプリンやってほしかった。うわやばい、待って、なんでもう勝ったと思ったらぶっちゃけ。どう呼ばれるマジいつも。おでかい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 。これ1本取れたらさ、でかいね。取れるかどうか大事だもんね。えしかもそのプリンさ、さよならバイバイじゃない、さよならバイバイしないんだ。え待って、入りすぎだけど、えやってるなんか。でか。マーがめっちゃ。いや、マジでこのデッキようわからんけど、ええ感じになる。やばい、ついていけねえわ、これ。やばくないなんか。よくわかんないことがすごい来てたけど。ね。よし。いやー、なんかちっこいのが群がってんな。ガチですげえな、これ。でも相手もすごいね。めっちゃ古めの枯渇で。すごくない？めっちゃトロ上がってんだけど。8000いけるぞ、今期も。前期マジで。8000ステイだからな、これ。8001。8000より上行かなきゃ。さあ、現在、5連勝か？おー、28。強そう。さあ、よろしく。トップリゾート。俺もリゾート行かしてくれよ。スケラとか来ないかな？引いてないよね。おー、珍しい。アウトローガール。アウトロー珍しいよね。最近だと、アウプリでさえいない。もうエリシャにいじめられてんだろうね。おマジだアウプーかアウムーかユキかなどっちだろうこれコウモリでよかったな。おユキ使ってるでかい。さあオールブレイクで攻めてたまたまアウトローとか出てきてさガールだけ破棄表がポーンっつってそんな強くいかんか。まあムートとかの受けがちょっと嫌かなっていうかあれだね。雪玉なのが意外と嫌かもしれないね。やっぱ攻め雪打たれてなんかいい感じにねされちゃいそう。壊れろなんで壊れねえの。壊します。わおなんでよミリ残りで頑張りすぎ。わあこれまあマザネックか許容かな。ダメージプリンおいちょっか出すんじゃねえ。姫だぞどっしょりに見えるだろおばさんに見える姫だぞこいつ。あまり美しくない姫様。がマジでやった。そういう系？いやー、暴発していい気がすんな、これ。暴発して、攻めまくる。それが正解な気がする。おい、ガール、やりすぎ。姫だぞ。やばいなんかきつくなってきた。頑張れ神絵見せろ。おい鍵お前どこ行ってる。やばい雪来る今度かい。熱いぞこれ。熱いぞ。肉がないんじゃない。しかもソウルコールも刺さる。いやー男見教養かこれ本気の。やめてほしい。ロケスーパーロケ来んのこれ。オールブレイカーさたまたま入らん。マジでさたまたま入らん。おっ入ったでかい反撃をお前そっちなんで。やばい勇気が早い。いやロケくれお願い。ロケないぞこいつ。ロケないから豚ロケないから豚。やばい、それずるい。よっ、おー、ずるやないかい。いやー、マジかよ、これ。もうちょっと運が良ければいけたな。まあ、いや、よく頑張ったんじゃない。どうなんだろう。まあ、勝てそうではあったよね。勝てそうではあったけど、まあ、ダメージ入る、まあ、結構運ゲーみたいなとこもあったので、さし話ということで、やらめっちゃ勝率高かった、これ。しかもおもろいわ、これ。そう。ということで、皆さんもぜひ、こちらのね、まあ、呪文の射撃力やってみてください。エミ450って美味しすぎん？よければちゃんと、これもね、お願いします。では、お疲れ様でした。